思わず土下座、ブルーライトサイズ、として開催された DNA 阪神戦、横浜、で、コメコメクラブのリーダー、ボンが始球式に登場した。写真、より小さい D、神、試合前のイベントに車に乗って登場する石井達也。ボーカルの石井達也が見守る前での投球は三塁方面に大きくすっぽ抜けた。捕手にも届かず、この、ずっこけ始球式。 マウンド横で見ていた石井は何度も首をひねるばかり。最後には打者として打席に立った桑原、保守役の伊藤光に対し、グラウンドで土下座して謝った。スペシャルゲストの石井は試合前に国家を独唱。試合後にはライブパフォーマンスを予定している。